吉田松陰ね、まあ、よく出てきますよね。やっぱこう吉田松陰っていうのは、まあ、若くしてものすごいことをした人なんですけども、まあ、あの吉田松陰さんの言葉に対して何言ってんだこいつって思う気持ちもあると思いますけども、じゃあそう思う人が吉田松陰ほどのことを成し遂げたのかと思うと、やっぱりね口を閉じざるを得ないかなってところがありますよね。で今回はね、あの億万長者合宿の参加者のある人についてお話ししようかと思いますけども、まあ一言ね、マイバッハですよ。マイバッハを買うんだとかね、乗るんだ言ってましたね。マイバッハってむちゃくちゃ高いのかと言いますと、そんな高くないんですよ。1000万切るような金額でもあるんで、まあそんなに無理なく手に入るのかなと思いますよね。特にその1000万とかっていうのを目指さないんだったら、まあ無理でしょうけども、金を稼ぐぞっつってからね、300万稼ぐぞっていうふうなことではないと思うんですよ。やっぱね、1000万なり2000万なりポンポンと生きるような力を身につけたいなと思ってるはずなんですよね。で取りもなさず1000万を売り上げるってことは、1000万円以上の誰かの悩みを助けてるということになりますし、誰かのニーズを満たしてるってことになるんで、世の中を良くしてるんじゃないかなと思うんですよ。だからその、まあ、マイバッハとは限らないんですけども、いい暮らしをしてる人ってその裏では人にいい暮らしをさしてるとも言えるのかなと思うんですよね。だってやっぱりね、提供するサービスや商品が変なものだったら、そんな高い金額で売り続けることはできないと思うんですよね。仕事に苦労することはないと思うんですよ。まあ、こう言うとね、一生懸命やってる人が神経逆なでするかもしれませんけども、あのシンプルに現実だけ捉えると、お金を稼げる人って人に商品を売るのが上手だったり、人の足らずを満たすのが上手だったりする、人の悩みを解決することが上手だったりするんですよね。でもそれがわからない方は、そのお金をね稼げる人とか仕事ができる人に対して反感を持ったり、ちょっと鼻につくなとかね、天狗になってんじゃないかなみたいな感情論を持ってくるんですよね。まあ、人間なんで感情論があってもしょうがないんですけども、人を貶めるような感情論を作るのか、それとも人を喜ばせるような感情論で持っていくのか、まあ、それがだからマイバッハにつながるかどうかってことじゃないかなと思うんですよ。で仮にマイバッハを手に入れたとしたら、ものすごく優雅にね運転してると思うんですよ。それこそね、我先に車をどけどけどけみたいなやんないと思いますし、マイバッハぶつけないようにゆっくりゆっくり運転してね、事故らないようにゆっくりゆっくりやると思うんですよ。まあこれは所有する車の割合にもよるんですけども、だからまあ根拠なく言えばね、高級車に乗っている人ほど事故を起こさないような気がするんですけども、どうですかね。まあ、もちろんファミリーカーの方がいっぱい市場に出てるんで事故率ってのは高くなるんでね、まあ本当想像で申し上げる無責任な見解ですけどね。まあけど自分の気に入った車に乗っていたら壊さないように運転するような気がするんですよね。ということで、マイバッハ億万長者合宿の参加者さんということでした。もう名前もちょっと忘れてしまったんですけども、忘れられないでほしいですよね。せっかくあの合宿にタイマー入ってきたわけですから。